こんばんは。今日はね、昨日言ってた美容院に行ってきました。わかりますか？皆さん切ったの、切ったのっていうか前髪を整えてもらって、ここら辺も結構なんか量も減ったんですけど、わからないですかね、わかります？そう、前髪めっちゃ微調整してくれて、そう、シャギーみたいな、なんて言ったらいいんだっけ、あれなんて言うんだっけ、なんとかってやつにしてもらったんですよ。あ、そう、トリートメントもして、なんだっけ、なんとかってやつ、ウルフでもなくて、なんとかっていうやつ、なんだっけ、なんとかみたいな忘れちゃった。そう、なんか前が、なんか毛先がちょっとあれなんですよね。ここが短くて、ちょっとこんな感じでどんどん長いみたいな、長いみたいな。めちゃつやつや、やった。なんかそういい感じのトリートメントをしてもらいました。皆さん覚えられてましたよ、美容院の人にシャギー、なんだっけ、ちょっと忘れちゃったんですけど、ちょっと忘れちゃった、なんだっけ、なんとかってやつ。私的にはこっちをかけるんですけど、でもね、画面的にはこっちをかけた方がいいんですよ。サイン書いてないですよ、普通に大学生ですみたいな感じで言った。服とリップマッチしてるって。皆さん、これ実はパジャマです。これパジャマです。しかも今日はノーメイクで、さっきちょっと塗っといた方がいいなと思ってリップを塗って、肌をやってっていう。最近もうずっとメイクをしてないので、ちょっとでもメイクしてるように見えますよね、画面で見たら。ちゃん割と、あ、髪伸ばしてるんだねって言われたよ。なんか1年ぐらい行ってなくて、なんか多分カルテみたいなのがあって、1年ぶりですよねみたいな言われて、そっから伸ばしてたんですかって言われて、そうですって。え、ね、ちゃんとメイクしてるように見えるでしょ。全然してないよリップとなんか肌を白くするやつしただけ。やった、やっぱ口の色って大事なんですね。そう、あと皆さん皮膚科にも行ってきました。皮膚科にも行ってきて撮ってもらいました。なんか汗とかで、なんか、うん、なんかまあ汚れとかでできるやつらしい。え、めっちゃ痛かった、取るの。めっちゃ痛くて、やばかったんですよ。本当に痛くて、もう涙が出ました。そう、涙出た。くくったら、こんな感じになるんですよ、なんか。マジで痛かった。え、なんか、針みたいなんで、針とピンセットみたいなやつでこうチクチクチクってやられたんですけど、いや、冷やしてない、冷やさずにやったよ。マジで痛かったです。目に出来物があったんですけど、それを取ってマジで痛かったです。めっちゃ痛かった、本当に痛かった。ちょっとチクッとするねみたいな感じで言われて、まあちょっとだろうって思ってたら、マジでやばかった。ワクチンとかより、ワクチンの100倍ぐらい痛かった。注射より
何倍も痛かった。やっぱ目の周りってとかここら辺顔の顔ってやっぱ多分皮膚が薄いから、そうめっちゃ怖かった。 痛すぎた。マジで痛かったです。でこっちの目はまぶたにあったんですけど、それはなんかちっちゃすぎて取れなくて、まだなので育ててくださいって言われました。こっちは取れたんだけど、こっちのはまぶたにあるやつはちっちゃすぎて取れなかったから、育てて、そうくださいって言われた。だからまた行かないといけない今後。最悪。え、マジで痛すぎました本当に。そう、そう育ててまた取る。痛すぎる。でまぶた血出て、まぶたに絆創膏貼ってました。そう、でももう取ってすっかりなくなったから、あ、わかりますか、これ血出てるの、こっちの絵、これは取れなかったんですよ。自分でピンセットで、え、やったことあるんですけど、もう全然取れないですねやっぱり。しかも目の周りだから、自分でやってバイ菌が入ってもそうダメみたいな感じでお母さんに言われて、自分でやらない方がいいって言われて病院行きました。病院っていうか皮膚科。そうめっちゃ腫れとったんよ、もう結構引いたけど、まあでもあんまり見えないです、目開けたら。糸切りばさみ待って、痛い、絶対痛い、本当に痛いよね、本当に痛かった、マジで痛かった、もう本当に痛くて、久々に結構な痛みを味わった今日。うん、痛いって言ってしまった、思わず痛いって思わず言っちゃいました。そうで、あとそのほっぺの赤みが結構私ひどいから、それもついでに見てもらったんですよ、皮膚科行ったから、このついでにね。そしたらなんかここはなんか皮膚が薄くて、なんか毛細血管が見えてるみたいな言われた。そう皮膚が薄いから見えてます言われて、そう耐えました。でももうこれは治んないらしいです、もう。そうもうなんかとりあえず赤くなったら冷やすみたいな、赤くなったら冷やすみたいなのしかもうないらしいです。でも多分生まれつきの多分皮膚のもうあれだと思うんですよ、皮膚肌感というか肌質、肌質みたいな感じだと思う。でみんな汗とかでその目のやつとかもできるらしいから、みんな気をつけて。そう髪の毛サラサラになりました今日。まあまあとりあえず、でも今日は楽ですね、もう美容院でシャンプーとかリンスとかトリートメントとか全部やったので、もう今日はお風呂に浸かるだけというか、そう髪の毛を洗わなくていいので嬉しいです、楽。美容師さん覚えてた、覚えてた、なんかカルテみたいなの多分書いてあって、
なんか前回はミニボブ、一番最後に来た時はミニボブにしたんですけど、だいぶ伸びましたねみたいな言われて、今日はどれぐらい切りますかって言われて、そうこれぐらいにしました。ねえ、この髪型の名前忘れちゃった。なんとかってやつ、なんとかってやつです。そう、うん、それレイヤーカットみたいなやつです。それそれ、なんか写真見せたら、あ、レイヤーみたいな感じですかみたいな言われて、あ、そうですみたいな分からんけどそうですみたいな。なんか長さは変えずに、そう、ここの一番長いところの長さは変わってないんですよ今までと。でもなんかこれはなんか内巻きにすればいいだけなんですよ。なんかアイロンで内巻きにすればいいだけなので、もうあの内巻きにすればこのカットが完成するって言われた。そうだから逆に言えばこれにしかならないって言われたから。そうでもさ、変わったの分かります？なんかさ、あんまり分かんないかなと思ったんですよね、画面だったら。なんかそんなに何が変わったか、まあ分かんなくないですか？内巻き結構手間かかりそう。いやでもね、内巻きはねそんなにかな。逆にストレートとかの方が時間かかるよ。寝癖とかも直さんといけんから。毛量みんな変わったの分かります？これパッと見て。そうでも毛量はめっちゃ減った。チャチャしてるの分かるウィッグかと思った。どういうこと？そんな変わってないでしょ。艶がすごい、やっぱすごかったんだな。そうすきましたよ。そんな感じです。違う印象やった。でもなんか総額金額が、まあ、美容院8000円ぐらいだったんですけど、なんかもっとすると思ってたんですよ。え、私なんか怖くて、なんか1万5000円ぐらいするのかなって思ってたら8000円で、しかもめっちゃ丁寧にしてくれたんですよ、美容院の方が。なんかあのなんとかカットって言って、なんか後から微調整めっちゃしてくれたりとか、前髪のここの横の毛の長さもめっちゃなんかもう何回も何回も見て揃えてくれたり、なんかもうシャンプーもめっちゃ時間かけてやってくれて、なんかもうマッサージまでやってくれてみたいな。なんかめっちゃね、めっちゃ丁寧にやってもらったのに、え、これで8000円でいいのかってなりました。でも昔はあのボブ時代はめっちゃ1000円カット通ってた。最近はもう切ることがないので行ってなかったんですけど、1000円カット信者でしたね。あ、いいね、自分で切るから。ただそう、前髪自分で切ってるのバレました。あ、これ自分で切ってますみたいな感じで言われた。そう、こんなにめっちゃセットっていうか、そうあって、8000円だったから、まあ8000円ってまあ高いかもしれないけど、そうすごいってなりました。お値段以上でした。そうでもさ、ここだけ見たらボブじゃない？ここだけ見たらボブじゃないですか。あ、でもなんか割引みたいなのしてくれた。学生割引みたいな。
前下がりボブ感。そう。STU って名乗ってないですよ全然。ゆらね、どこ行っても別に何も言わないです。バレてないよ全然。あ、職業聞かれる。いや、もう学生って言ってる私は。でもなんだっけ、なんだっけ、忘れちゃった。ポムさん初見ありがとうございます。なんか電話鳴ってるめっちゃ。え、空耳か。サインしてとかないよないよマジで。え、だって私バレたこととかないもん。そんなそんなまだまだですよ。15分経ったかな。ちょっとそろそろ終わろうかな。ちょっと早いんですけど、髪を切った報告でした。大学で何を学んでるのとかサークル。あ、聞こえなかった。そうそう、終わりますかね。ちょっと早いですけど。お、待って、カイカイさんハート、ヒラニンハートさんなんだツボみたいな、ヤスさんもツボ、シマジラさんハート100個、カイカイさんハート、マツさん花、マサピョンさん姫、カイカイさん花、ヤスさんツボみたいな、ありがとうございます。それではスクショタイム、スクショタイムどうしようかな。まあ軽く、スクショタイムなのに動く人。まあブレてもそれはエモい、エモさにつながりますね。13位ゴルシさん、12位ヒラリンハトさん、11位マツさん、10位アツオさん、9位ヤスさん、8位ロボーノイシさん、7位ブルシチさん、6位シマジロウさん、5位チョウちゃんさん、4位ノリさん、3位テッチャンさん、2位ガイカイさん、そして1位はドゥルルルトゥーンマサピョンさん、ありがとうございます。イケイケゴーゴーイケゴーゴー、今日マサピョンさんはイケてるよ、ありがとう。では終わりたいと思います。はい、ということでちょっと早かったですが、髪を切りに行ったよと、皮膚科に行ったよという報告でしたではでは終わりたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい、またねー。